うわっ、すっげえ豪華な城だな。一体誰がこんなところに住んでるんだろう。向こうから声が。行ってみるか。アオト、よく来てくれたわね。かわいい子ね。私の隣にどうぞ。フィラメント、サラパトゥール。行かぬ方が身のためだぞ。容姿は綺麗だが、何をされるか分かったもんじゃないからね。ソーマ、どうしてここに。まあ細かいことは気にしないで。なんとなく集まっているだけだから。ユリシカまで。アオトはそこに座って聞いていてちょうだい。あら、これで全員。サキは？そういえば今日は見ていないわ。大方また寝坊か何かだろう。早く進めてくれ。そうよ、貴重な時間を割いて集まっているんだから。分かったわ。それじゃサキは欠席ということで、今日の会議を始めます。議題は？この世界を助けるべきか、それともこのまま沈めるべきか。私は沈めるべきだと思うわ。でも決して人間を滅ぼそうというわけじゃないのよ。長い目で見たらそれが一番なの。ちょっと待てよ、どういうことか説明しろよ。アオトは黙っていてちょうだい。他の方、意見は？私は賛成できないわね。そもそもこうなった責任は我々にあるのよ。それを蓋をするかのように沈めるなんて。なるようにしかならないんじゃないかしら。僕はただ決定に従って行動するのみだ。困ったわね、これじゃ話がまとまらないわ。お取り込み中失礼します。大変です、サキ様が。サキがどうしたって。話して、メイドリア。はい、サキ様が先ほどお一人で人間の町に降りられました。何ですって、そんな危険なことを。そんなはずは。融合したのに、私の記憶を全部あげたのに、それでもなお人間のもとへ行くというの。サキを助けた方がいいのかい。僕が行ってサキを連れ戻してこようか。いいえ、ここは彼女の思う通りに行動させましょう。ちょっと待て、今のみんなの様子だとかなり危険な状況なんじゃないのか。そうね、でも大丈夫よ。窮地に陥ってもなんとかなるわ。だって私たちは神なのだから。神だって、どんな設定の話なんだよ。でもそれが本当でも、やっぱり先のことが心配だよな。